皆さんこんにちは。皆さんは5月7日に放送されたケイトさんの完全試合チャレンジをご覧になりましたでしょうか。前日に完璧な投球を阪神相手に繰り広げるも、打線の援護に恵まれず惜しくも完全試合を逃してしまった中日大野雄大投手。ゲーム内だけでも完全試合を達成してもらいたいと立ち上がったのがケイトさんでした。ちなみに完全試合とは、一つの試合でヒットやホームランを許さず、さらには四死球やエラーすらも許さないという文字通り完璧な試合です。もちろん難易度は言うまでもなく高く、阪神を全員絶不調にしたとしても失敗は繰り返されました。その数206、そしてついに207テイク目で完全試合を達成しました。阪神の選手の打撃成績を算出しましたので、ここに残しておきます。多少の数字の誤差は確実にありますが、あしからず。ちなみに四球やエラーは打席数に含めず計算しております。また、大野選手の投球回や球数なども数えようとしましたが、頭がおかしくなりそうなのでやめました。それでは1番から打撃成績を発表していきます。1番センター近本。230打数79安打1本塁打6四球。打率3割5分2厘。巧みなバットコントロールでの芸術的ヒットや俊足を生かした内野安打を量産しました。1番としての仕事を果たしていると言えますね。2番ショート中野。153打数42安打1四球。2割7分6厘。彼も近本選手と似た俊足高打の選手です。近本選手を超えても彼に打たれるイメージがありましたが、意外にも3割は乗っていませんでしたね。3番ライト佐藤。119打数20安打4本塁打2四球。1割7分。やはりミートが F なだけあって率は高くありませんでしたね。しかし、4本塁打はチームトップでパンチ力はありました。4番ファースト大山。92打数16安打1本塁打1四球1エラー。1割7分7厘。なかなか渋い成績となりました。マイナス能力の三振も相まって、三振を取られることが多かったですね。5番レフト、ロハスジュニア。71打数5安打1エラー、0割0分7厘。これは打撃成績の数字なのでしょうか。ケイトさんにオアシスと言われていたのも納得です。6番セカンド山本。64打数7安打1四球、1割1分1厘。たまに打つイメージでしたが、それほど脅威ではなかったですね。7番サード糸原。59打数20安打、3割3分8厘。7番という打順のためいくつかの壁を乗り越えた後の登場でしたが、彼はその勢いをことごとく削いできました。2巡目を銀糸原、3巡目を金糸原と呼ばれたのも納得です。8番キャッチャー梅野。38打数2安打、0割0分5厘。打てるキャッチャーと呼ばれてませんでしたっけ。実はそこそこの俊足ですが、右打席だとなかなか内野安打も出づらいのでしょうね。9番ピッチャー青柳。32打数7安打、2割1分8厘。いやいや、クリーンアップより成績がいいじゃないですか。やはり何かを犠牲にすれば何かを得る、この世は等価交換ということですね。以下、青柳の代わりに打席に立った選手です。ピッチャー岩佐大地打数0安打、0割。代打坂本4打数2安打、5割。代打糸井1打数0安打、0割。いかがだったでしょうか。やはり俊足高打な選手が率を残す結果となりましたね。また個人的には内野安打の特殊能力が非常に強いなと感じました。ザルな守備をする若手や理不尽なヒットなど面白い場面もあったのでショート動画も上げようと考えております。よかったらチェックしてみてください。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。